皆さん、こんにちは。遠藤です。6月8日水曜日、大引けを迎えました。今日のトレードは皆さん、いかがでしたでしょうか。今日の日経平均は大幅に4営業日続伸となりました。ニューヨーク市場の流れ、為替円安進行の流れを受けた2万8000円上抜けスタート後は2万8000円を一度も割り込むことなく、下値を支えられながら本日高値圏を終日推移、結果プラス290円の 28,234 円と高値引けで着地をいたしました。本日終値ベースにて 28,000 円回復は3月30日以来となり、今後 28,000 円どころ、またその下に位置する200日線ですね、これが下値サポートとして機能する可能性が出てきたと言えます。とはいえ、現在こちら冷やしチャートにて未だ揉み合いが継続をし、週足チャートでは一目均衡表は三役逆転中、移動平均線は未だ下向きとなっております。そのため積極的に今から買っていこうというトレンドが切り替わったとは断言できない状況と言えます。明日以降の戦略としてはスイングトレードであれば、引き続き上昇や下降のトレンドが個別に成立している銘柄への短期戦として、または日をまたがないデイトレードにてですね、本日の注目銘柄のようにスピード感を持って利用確定していくことをお勧めいたします。さて、まずはじめに昨日挙げました本日用デイトレ注目銘柄の振り返りを行いまして、その後明日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。今日の注目銘柄は10銘柄で臨みました。そのうち終日通して5銘柄エントリー可能なタイミングあり、まあ、3銘柄ほど利確、2銘柄同値撤退もしくはロスカットとなりました。まず朝来たのが5726大阪チタニウム、まあ、スピード感を持ってトレードと、朝の上げの場面ということですね。こちら含み益の猶予期間もあったということになります。ナイストレードのご報告もいただいております。で、同様にですね、5727東方チタニウム、こちらも朝一段高となりました。この朝の場面となります。その後売りに押されたということになりますね。こちらもナイストレードと。そして次に6590芝浦メコトロニクスです。朝一番ですね、こちらも瞬間的な含み益の場面がありました。すぐに失速していきましたね。同値撤退というよりは軽微なロスカットで終えたということになります。大きな怪我は済んだということですね。そして9513 J パワー電源開発です。こちら朝一番のこの上げの場面ですね、売りに押されてから上げていきましたが、すぐに失速とこういうことで、同値、剥離の方もいらっしゃったかもしれませんが、同値もしくは軽微なロスカットとなります。さらに9115明治海運、こちら良かったですね。上げていった場面となります。含み益の猶予時間もあったということになります。以上5銘柄ですね。そしてあと4777ガーについては結果ストップ高買い気配のまま着地をいたしました。745円。あとですね、2437新和ワイスホールディングスですね、ストップ高と結果ストップ高ですね。エントリーポイント来る前に連続買い気配からの急騰で9時16分に今日ストップ高となりました。これもエントリーポイントなく推移しております。その他ですね、3銘柄6619ダブルスコープ、5523新日本電工、6532ベイカレント、こちら空売りということですが、エントリーポイントはありませんでした。今回期待利益よりもですね、利益が少なかったという方、あるいはロスカットで終わった方、トレードタイミングを今日逃してしまったという方ですね、明日以降も毎日トレードチャンスありますので、焦ることなくじっくり見極めていきましょう。改めまして本日利益確定された皆様、おめでとうございました。お疲れ様でした。次に明日用の注目銘柄についてご紹介いたします。明日用の注目銘柄、現在12銘柄ほど見ております。なお明日は8時45分から全場デイトレ生配信を予定しております。朝1で追加銘柄が入ることが考えられます。入れ替えをすることも考えられます。今現在12銘柄見ていますので、一つ一つ見ていきましょう。まず1つ目、今日大きく上昇していきました。プラス 23.97%。また再びこちら出していきます。8202のラオックスの買い戦略となります。今日は1611万
1400株ということで、出来高伴いながらの上昇ということですね。 23.97% 上髭の部分ありますけれども、これを消化する強い動きが明日も見れるかどうか見ていきましょう。そして2つ目、2437新和ワイズホールディングス、また再びこちら連日で出していきます。今日790万3400株と出来高大きく入っております。プラス 17.60%、 今日ストップ高9時26分につけてから剥がれて、また売りに押されて、また再び戻しているという状況になります。この流れ、この動きが明日も続くかどうか見ていきましょう。3銘柄目、またこれも連日もう毎日出しております。4777ガーラです。回線略ということですね。出来高今日は74,500株、未約上の成り行き買い注文分大きいですね。992万3500株、日々増えている状態となっております。明日もう一段上げてスタートすることが見込まれます。もし明日もですねストップ高買い気配あれば、もうこれはもうなしということで、見ていただきたいと思います。4つ目、1963日経ホールディングス、日経平均採用銘柄です。今日プラス 12.04%、 出来高678万2800株、出来高伴いながら一段高となっております。この動き、この流れが明日も継続するかどうか、こちらも見ていきましょう。5銘柄目、3810サイバーステップ、中1日という形ですね。昨日陰線出しましたが、今日また再び出していきます。プラス 11.51%、 1104円、出来高1205万5600株と、出来高また再び入ってきておりますね。高値更新ということで、今日の高値どころをさらに上に抜けていけるかどうか注目をして、サイバーステップ激しい動きをしますが見ていきましょう。6銘柄目、7014名村造船所です。直近高値どころをさらにブレイクしていきました。プラス 9.95%、 出来高784万800株となっております。今日の高値どころさらに上にブレイクしていけるかどうか見ていきましょう。7銘柄目、6366千代田加工建設、千代建ですね。直近高値、抜けていきました。487円、プラス 7.98%。 でその前の高値というのが3月につけた高値があります。これを捉えることができるかどうか、さらに捉えた場合上に抜けできるかどうか注目をして見ていきましょう。まずは昨日のヒゲの部分ですね。これを消化できるかどうかということで、ポイントとして見ていきます。8銘柄目、7013IHI、 また再びこちらも出していきます。今日はプラス 6.24%、 出来高360万6100株ということで、日経平均採用銘柄もう一段上げていくかどうか見ていきましょう。そしてまたこちらも連日で出していきます。9115明治海運、今日はプラス 5.30%、 1569円で着手しております。出来高は123万2400株、昨日ほぼ変わらない感じですね。もう一段の上を目指す動きが入るかどうか見ていきましょう。そして10銘柄目、9501東京電力ホールディングス、日経採用銘柄となります。500円台揉み合っているように見られます。もう一段の上げがですね、明日入ってくることがあるかということで、こちら見ていきましょう。今日はプラス 5.17%、 出来高5582万7400株となっております。板が分厚い銘柄となりますね。もう7桁入ってますね、一つのワンティック。そして11銘柄目、1605インペックス、今日一段高となりました。山の工業系強かったですね。プラス 4.72%、 1750円、出来高1967万6700株となっております。今日の高値どころをさらに上に抜けていけるかどうか見ていきましょう。最後12銘柄目、7211三菱自動車工業、こちらも日経採用銘柄定価となります。プラス 4.54%、 出来高2511万1700株、商いも入っております。もう一段の上げがあるかどうか、こちらも見ていきましょう。無理することなく、まあ、数ティックを結果的に抜いていただいて終わりでも構いません。以上12銘柄となります。また株式投資塾であります価値株について、現在塾生を募集しております。こちらになります。本日午後ですね、銘柄研究会を行いました。前回の振り返りと今後の注目銘柄について、なぜ買いなのか、なぜ空売りなのか、細かいところまでチェックをしての発表となります。非常にこのようにですね、非常に高い勝率となっております。すでにですね、本日終了した銘柄ですので、前回5月後半に挙げた直近の銘柄の一部のみお伝えしますと、そうですね、まず6724エプソンの買い戦略、これも上げていますね。後半から上げていると。あと7731ニコンの、これも買い戦略、細かい内容は控えさせていただきます。そして6502東芝の買い戦略、これも
1段上げています。まあ、たくさんあります。6448ブラザーの回戦略、あとは7202イスズの回戦略、1段高となっております。あと空売りで言いますと2371カカッコムの空売りということで、もうすでにこちらは皆さん終了、利益確定されて終了をしているということですね。このように思惑通りの上昇、思惑通りの空売りにとっても同様の内容となっています。もちろんポイントに合致したかった銘柄はなしとなります。このようにですね、スイングトレードにおいての注目銘柄を発表し合う回だけでなく、必ずですね、振り返りを、ただ投げっぱなしではなく必ず振り返りを行いまして、手締まりされた方はここで入ってここで抜けたという、他の方にとっても生きた学びとなりますし、本人にとっても技術の向上につながります。現在価値株迷われている方ですね、ご入塾少しでもお考えの方はぜひご期待ください。皆さんのお申し込みをスタッフ一同心よりお待ちしております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と今回役に立ったという方は高評価ボタンを押してください。お願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ではまた明日もお会いしましょう。失礼いたします。